啊，我已经到了哦。是的。看起来秘密开始装逼喽，这是怎样？这是怎样？开始装逼喽！这是什么？为什么可以发这种通告？つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ。かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来薬室にて働いておられる。上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。けどどうやって成し遂げるつもりなのかしら。その障害で。なーに、すぐにわかる。密偵はどうであった、隼人殿。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。塀で囲まれていたが、ユキが中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえば、ユキ殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。うん。無限よ。若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びの隼人じゃの。わしも嬉しいぞい。琢磨殿、もう準備が整いましたか。ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物は軽く感じるわい。では作戦を話し合おう。ヤブ大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかないな。奴に近づくにはもう動いた方が良さそうだ。奴がじきに我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれんな。ならその心構えが欲しいの。これを一人一人に作ったんじゃよ。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のは藪討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう、感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこう。つまりこの三人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。藪大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。
以前より数が多いな。ヤブの挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。やつが警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ。いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持ってきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。あの塔はどうだ。あそこから射撃できるんじゃないか。やつを外に呼び出せれば可能じゃの。護衛たちがやつの死を見るってこと。そしたらみんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。静かに突入する。下面牙齿的时候，那个时候止痛药一没，我当天直接直冲蔡牙医，然后跟他要止痛药。但我真的觉得拔上跟拔下差超多，拔下面真的直接爆肝痛。看你的，这又不是看上下，要是看你的智齿长得怎样吧。错的呢。上面的通常不会长得。是啊，一直就是说不是看上下，就算是下面的，就算是上面的，你真的长歪了。楽しいわね。因为他没有啊，是看你包在里面包多少。ワナさん、起きてね。我记得就像我的下面那颗是整个包在里面的，那个。なかなか面白い設計じゃん。化开，然后再把那个加速。我四颗都这样。いつも言ってるけど。ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。下面的啊，可是我的就そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえるか。はい。いるのか。いいですよ。やべの中を張ってるのか。うまくいったわ。中断。敲出来。水のように像可是起子的东西把我牙齿敲出来。手剣が使える。把剣出来啊，然后狙いを把它掏出来啊，然后夹出来。其实直接把的就是那个。突入する。頂戴する。但是包在里面的真的超痛，因为要夹烂。手剣術。好吧。所以你有成功吗？下面的有啊，上面的没有啊。今天拔那个没有。哇，手剣がないぞ。八十颗过一次，其他都是塞海草进去，拿那个三个。真无力。
把智齿就分成要不要缝的就对了，不要缝的就很轻松，要缝的就是他妈很痛。哎、欸，而且这次啊，这次他有弄，他有问我说有一个新科技叫什么胶原蛋白，说什么填进去之后可以让那个原本的空虚感消失。然后我就问他多少钱，他说小的要1000，大的2000。然后我就说 no， 那个胶原蛋白我塞过啊，可是医生没有跟我收钱，那直接免费塞的。那个塞了之后感觉是怎样啊？他不是说什么会填补他的空虚？对啊，就那个洞会塞起来，然后你就不用打麻药，因为它不会暴露在空气，你就不会痛了。真的那么神哦？你的都是孽子。我意思是，就算长歪了，在高龄阶你要手术割开的，塞它给不会痛。是的。你就割开之后，它会。都是孽子。是不可能会痛哦。你就觉得那边有一个伤口，可是就没有那么痛，不会一直抽、一直抽、一直抽的。对啊，就把下面最痛的他一直抽，干他抽真的是他妈。楽しいわね。所以我一直是长人的，你要手术的塞那个，你觉得痛不痛？对啊。屁啊，老医至少是不会痛啊，还是会痛好不好？手术的时候会痛，阿曼家做完塞着也就比较不痛了、啊。我是觉得等我问一下我哥啦，啊，再跟你们。做反应啊！啊，神有很多颗要拔，我劝你们是赶快问一问哦。他不会跟我一样四颗都要吧？啊，这我也是都是虐死你啊！我现在拔两颗啊。那是牙医啦，我家比较可怜啊。不是会拔的，外面一堆牙医连都不敢拔的一堆，好不好？真的，不是，我不是痛才去拔，不行哦，是那个医生说，那个医生说。哦，你这颗蛀牙了，然后叫我去拔。但是我那个时候因为过年，我还要吃东西，所以我就不拔。然后他之后的言论都跟神的医生一样啊，再观察，再观察，啊，再观察，再观察，啊，你想拔再来找我。我跟医生就是看到我智齿，智齿拔掉好了，然后就开始拔了。他都不屌你的、哦，打雷我就是更歪的。我都给他看了，给蔡阿姨看吗？我是去那个康祥，在西堤对面的。看你们家附近不是有一间蔡阿姨？我以前不去过看。我是去康祥，因为那边的院长是阿姨朋友。是的。但我觉得蔡阿姨网络风评说很差。突入ニュース。但是我从小到大都在那边看。哇，我四颗大臼齿也被拔掉了。我说他的呢？因为牙齿太大颗，牙床太小，没空间，所以就只好拔掉。不然牙齿就整个长歪，没办法矫正。真的会很痛啦，反正你们就是去拔就知道了。那种割开的，就是他妈有多痛。他没有打麻药、哦。割开的一定会打麻药，不打麻药是要拔个毛啊？你敢拔吗？痛。干，都拔牙都要拔打麻药了。那不打麻药的。啊，我慢着。觉得反正要拔一定会很痛啊，痛了干脆把我缝起来好了。结果我只有缝过那一次，剩下三次都是一个洞在那边。然后每次漱口的时候都一定要去漱那里，超拔的。刚拔的时候真的是爽到一个爆，超难受。真的，那个时候晚上是睡不着觉。我都打电了。更难受的是矫正第一个礼拜的时候，那个应该是戴牙套的。对啊，牙套。就第一个礼拜我完全不能吃东西，因为一吃就超级痛。できるわよ。我那个时候
那个时候只能吃孔雀饼干、泡牛奶、泡软，然后用吸的。人这样子，看好惨哦！不能再硬，不能嚼，对不对？完全不行，直接用吸的。因为打开就很痛。对。我们这边还没拔呢、啊，奉劝你们啊，早点去拔、啊。如果真的没救的话，赶快去拔、啊。第一个礼拜直接是恶习，我半夜醒来都是恶习。刀を使うか、水のように動け。個人的な恨みはない。突入する。上面是真的，可是我之前是真的很明显，那个长歪的真的把我的牙齿都弄歪了。我第二次矫正就是因为智齿长歪把它推掉的。我就是那个门牙可以推，你知道吗？我靠，那个门牙变成那个七字形，いい策じゃ。然后后来又比较好，我也不知道原因是什么。景色でも楽しまんかい？了解。手元は確かじゃ。啊，其实我一直在想这游戏怎么样。何？あれ？重傷を強化せんとな。足に銃。徳馬先生が作ったんですか？隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわ。好巧哦。他的一支是手枪。わかったわい。啊！我的裤裆里藏了一把枪，小妹妹，你要不要看看啊？いい策じゃ。どうやって登ったんだ？要不要带你去看大象啊？景色でも楽しまんかい？ないよな。あ、少しの間じゃ。待っているかな？要不要看大象？水のように動け。待つのって退屈。今行くわ。静かに。奴らを見かけたか。何もないぞ。もういないぞ。落ち葉に戻れ。待っても無駄だな。突入する。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。音を立てるな。突入する。上に行こう。若い力じゃのう。道はまっすぐとは限らない。静かに。突入する。水のように動け。つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の武官がタクマを救出させおったな。以前老いた方が我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのならタクマが来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。ははヤブ様、失敗いたしました。
心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。ああ、いいだろう。せめて品位を持って死ぬがよい。お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヨブ様。すぐに取り行え。干，好痛哦！靠背切腹还要砍头。哼，将軍め、紙と筆を用意しろ。影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。对，那个叫接错，就是为了不要让他太痛。在切腹的时候是先插进去左右脚。左右脚。奴は影様ではない。然后后面又上了一课，直接拿一个扇子在肚子上划一刀。だが、あれとて同じ。藪大名は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろう。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろ。悪いやつね。分かってる。どうします、ハヤト先生。いいさ、復讐したいってんだな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ、報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。哈哈哈！干！哈哈，秘密的实况传来我姐的声音，有点好笑。还这么小？他刚才想说，是不是我的在出声音？以前ならじゃが、誰も気づかんわい。もう無理じゃ。はあ、できんじゃろ、うん。いい考えじゃの。いい策じゃ。いい眺めだ。おお。もうすぐじゃ。うん。位置についたわい。賢明じゃの。放呀，不小心浪费一发。いい策じゃ。ああ。我慢じゃ。聞いたこと。ああ、少しの間じゃ。行くぞ。好，又在偷玩自动美考。手裏剣が使える。那了解一下现在風を切る。你要把二弟制造给一姐。让他自爆。俺見たんだ。
犯人だよ。敵はまだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。得意じゃないのに。これは足跡。違うな。消えてしまったわけではあるまい。茂みに隠れているのか。いいか。奴らを見かけたか。助けてくれ。どこに行きやがった。足は危険は去った。もちろん戻れ。いい考えじゃの。あそこだ。これもいい策じゃ。謎々かな。簡単ね。こそこそと。ほう、面白そうじゃ。誰も気づかんわい。いいか、見つけ次第攻撃だ。何をそのなんだ。準備完了。静かに。油断するな。奴ら本当に敵を見たのかよ。突入する。今何もないぞ。水のように動け。気のせいだろうな。戻れ。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。行くぞ。準備いいわよ。静かに。景色でも楽しまんかい。考えがあるのじゃな。剣術。そうだね、木足。差し足。今行くわ。楽しいわね。狐が狩り中よ。出てきてください。静かにして。我ながら上出来。できるわよ。神道滅却。刃が血を欲し。水のように動け。突入する。ここゆっくりと。簡単ね。し、静かにね。いつでも準備はできている。水のように動け。何でもかんでも信じるのはよくない。音を立てるな。突入する。
出るな。突入する。そうだな。数よりも腕だ。水のように動け。刀を使うか。聞いたことを何でも鵜呑みにするのか。静かに。水のように動け。突入する。手裏剣術。あ、面白そう。ワナさん、起きてね。そうだな。静か。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけどネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。仕事だ。音を立てるな。隠れても無駄だ。おい、静かに。見られないぞ。いつでも準備はできている。手裏剣術。手裏剣を使おう。水のように動け。静かに。音を立てるな。水のように動け。静かに。逃げようとしても無駄だ。刀を使おう。挑戦中。ゆっくりと。楽しいわね。我が刃は鋭い。音を立てるな。
水のように動け。手裏剣術。せいせいせい。攻撃されているぞ。静かに。攻撃してるぞ。消えちまった。これは足跡。どこに足跡か。十分じゃないぞ。本当にここに何かを見たのか。敵は弱みにつけ込んでくれ。神道滅却。大阪を打ち切って持ち場に戻れ。そう、静かにね。騙されるな。敵はまだいるぞ。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。どのぐらいじゃろうか。待っているぞ。騙されるな。敵はまだいるぞ。音を立てるな。水のように動け。突入する。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。ああ、敵はまだ近くにいる。気をつけろ。警戒を怠るな。殺者が現れたんだ。奴らに恐怖を教えるんだ。触れさせるんじゃないぞ。静かに。便利だな。音を立てるな。水のように動け。突入する。手裏剣を使おう。狙いは外さない。猫と鳥こそこそと。なんだ、簡単ね。死んでるぞ。隠れても無駄だ。油断するな。行かないぞ。何を。今行くわ。消えてしまったわけではあるまい。本当に敵を見たのかよ。できるわよ。何を張ってるのか。ここには何もないぞ。俺たち何探してる。ネズミの歯。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。邪魔だ。そんな人にはさ、痛めつけてやる。殺されてる。死ぬのは分かってるんだ。出てこい。隠れても無駄だ。えへ。幽霊ではないのだぞ。なんかカモフラージュにならないぞ。見つけたら過去一体を探すんだ。奴らを見かけたか。拙者からは逃げられんぞ。いつでも準備はできている。静かに。隠れても無駄ではないのだぞ。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。見かけたか。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。持ち場にも何もないの。持ち場に戻れ。水のように動け。いただくぞ。突入する。
手裏剣が使える。水のように動け。音を立てるな。静かに。突入する。手裏剣を使おう。手裏剣術。啊！怎么有两个了？刚刚不是杀了？靠！剣が使える。手裏剣を使おう。手裏剣術。いや、突入する。他の者に知らせろ。音を立てるな。静かに。暗闇に気をつけてチェックしろ。これは一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない？何者かを見たのか。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。もういないぞ。落ち場に戻れ。水のように動け。音を立てるな。幕府の奴らか。水のように動け。ここが静かに。水のように動け。手裏剣術。せっ、いや、突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。あれは何だ。音を立てるな。突入する。見つけてやるからな。いるもんじゃないぞ。まだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。俺たち何探してんだ。幽霊じゃないよな。敵は弱みにつけ込んでくる。気を抜くなよ。水のようにカモフラージュにならないぞ。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない？そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。突入する。静かに。頂戴する。水のように動け。
手裏剣を使おう。何か見えるぞ。音を立てるな。継承だ、継承だろせ。突入する。道がないぞ。いるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。水のように動け。近道をする必要がある。静かに突入する。音を立てるな。突入する。いただくぞ。水のように動け。突入する。おお、そうじゃの。数よりも腕だ。突入する。静かに。水のように動け。突入する。あんたを置いてきた、そこだ。壁を乗り越えるのに使おうか。静かに。突入する。
何か考えつかないと。突入する。手裏剣が使える。逃げられたか。何もない。せっせっせっ。風を切る。俺が敵の気をそらす。何もないぞ。音を立てるな。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。突入する。俺ら守ってくれ。貴様の問題など拙者に関係ない。うん、いい考えがあるのだよな。待っても無駄だな。静かにして。簡単ね。のせいよ。竜の叫び、ゆっくりと。神道滅却。道はまっすぐとは限らない。近道をする必要がある。水のように動け。俺には関係ないがな。突入する。音を立てるな。静かに。剣術、水のように。突入する。
手裏剣術。風を切る。あそこだ。誰だ。俺見たんだ。ここにいるのは分かってるんだ。剣術。敵は得意じゃないのに。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。刃が血を欲しがっている。水のように動け。静かに。突入する。便利だな。どのぐらいじゃろうか。ああ、我慢じゃ。奴らに恐怖を教えるんだ。隠れさせるんじゃないぞ。準備いいわよ。抜き足。神道滅却。的な恨みはね。攻撃してるぞ。やっちまえ。くそ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。くそ。音を立てるな。刃は鋭い。終点がない。静かに。隠れてんだ。突入する。手に入れた。水のように動け。突入する。音を立てるな。何か考えつかないと。水のように動け。静かに。突入する。音を立てるな。準備いいわよ。こそこそ。数よりも腕だ。散らしちゃいかん。一緒にコンクール。出てこい。水のように動け。行かないの。火薬のせいよ。竜の叫びできるわよ。準備完了。ピストルが使える。刀を使うか。刃が血を欲しがっている。音を立てるな。水のように動け。無茶だ。
入する。すぐとは限らない。警戒を怠るな。暗殺者が現れたんだ。突入する。手裏剣術。敵はまだいるぞ。のように動け。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。剣術。静かに。水のように動け。音を立てるな。突入する。刃が静かに。水のように動け。音を立てるな。刀を使うか。真的超像，来看呐。個人的な恨みはない。突入する。仕事だ。イエイ、やった。今行くわ。静かにね。奴らに恐怖を教えるんだ。隠れさせるんじゃないぞ。キツネが狩り中よ。待っているぞ。静かに。突入する。泳いでな。わしは行かぬ。水は足に良くないじゃら。なぞなぞかな。神道滅却。分かったわい。ああ、我慢じゃ。はあ、面白そう。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。待っても無駄だな。水のようにいただく。静かに。水のように動け。そうだね。待つのって退屈。
突入する。静かに。音を立てるな。突入する。水のように動け。音を立てるな。静かに。突入する。音を立てるな。剣術。刀を使うか。刃が血を欲しがっている。剣術。刃が血を欲しがっている。水のように動け。音を立てるな。突入する。刀を使うか。剣術。静かに。音を立てるな。暗闇に気をつけてチェックしろ。気が潜んでいるかもしれん。刃が血を欲しがっている。水のように動け。なんだ？何か見える。音を立てるな。突入する。刀を使うか。水のように動け。静かに。手裏剣がつく。せっせっせっ。音を立てるな。攻撃されているぞ。突入する。上から攻撃してるぞ。猫と鳥。見つけてやるからな。警戒を怠るな。幽霊殺者が現れたんだ。できるわよ。気をつけろ。楽しいわね。まだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない？敵は弱みに。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。気を抜くな。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん。いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえるか。はい。暗殺者だと。準備しろ。こそこそと。上だ。そこだ。やめの中を張ってるのか。今行くわ。何もないぞ。いいか。隠れても無駄だ。やべの中を張ってるのか。差し足。消えちまった。はい、いいですよ。茂みに隠れているのか。奴らを見かけたか。俺は騙されんぞ。隠れても無駄だ。得意じゃないのに。足跡か。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。神道滅却。
突入する。頂戴する。水のように動け。剣術。個人的な恨み。静かに。近道をする必要がある。突入する。行かないの？狐が狩り中よ。そう。静かさん。さっと。簡単ね。いや。静かにして。抜き足。誰もいらないんでしょ。三步一存档的秘密啊，越来越熟练。我ながら上出来。静かに。但是。蛇みたいに巻いてるわ。但是。落ち着け。如果失误的话，就要重新打很久，很累。水のように動け。静かに。突入する。音を立てるな。手裏剣術。水のように動け。ここにいるのは分かってるんだ。奴らを見かけたか。お願い、助けてください。本当に敵を見たのかよ。警戒を怠るな。暗殺者が現れたんだ。何か考えつかないと。静かに。何もないな。音を立てるな。突入する。静かに。音を立てるな。水のように動け。突入する。好大。突入する。水のように。突入する。音を立てるな。手当てが必要か？音を立てるな。水のように動け。突入する。ここ。ですよ。ゆっくりと。茂みなんかカモフラージュになる。簡単ね。幽霊じゃないよな。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。ゆっくり。
行くわ。口には気をつけた方がいい。まだまだ静かにして。楽しいわね。这里根本过不了。感觉只有这个人比较好用，只有这个比较好用啊，其他都在打酱油。水のように動け。静かに。音を立てるな。最难用的是那个将军哦，那个武士，我觉得最难用。哪有他那个旋风斩？那他整个就超废的、啊。个旋风斩一个斩三个，好吧。武士还可以打那个武士，乙敢之一秘密最喜欢的装逼旋风斩。他除了能砍三只之外，他隐蔽性明明就超烂。他可以直接把那个武士打掉嘞，这个武士。水のように動け。玩弄你的旋风手里剑好不好？哎，那个还没捡回来啊，那个射出去要捡回来哦。突入する。没有捡回来是怎样？忍者身上只带一个手里剑，也太弱了。水のように動け。静かに。幼児隠れの術。那无血迹。俺が敵の気をそらす。音を立てるな。突入する。水のように。いやいっぱい。音を立てるな。水のように動け。静かに。いただくぞ。突入する。静かに。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。音を立てる。我觉得他们的智商好像变低了。突入する。水のように動け。哦，秘密很敢走呢。以前他妈都不敢走过去，现在都直接大拉拉冲过去的哦。老司机了，老司机了。手裡剣を使おう。旋风斩。啊，不对，旋风手里剑。炫一波，炫一波，他落单了，快点。静かに。水のように動け。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。手裏剣が使える。水のように動け。馬なく探せ。なぞなぞかな。ゆっくりと。キツネが狩り中よ。このキラが。おい、お前。抜き足。離せ。但我觉得这女的会被抓到。静かにね。是我自己露馅了。この怪怪を探すんだ。そう。静かにね。待っているぞ。はい。いいですよ。道はまっすぐとは限らない。静かに。他们都不会上阁楼，这个警卫也是他妈脑袋有洞的。哎，调虎离山哦。水のように動け。突入する。音を立てるな。
这波太溜了。静か。音を立てるな。やっちまえ。いいですよ。刀を使うか。個人的な恨みはない。静かに。あそこに誰かいるのか。音を立てるな。水のように動け。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。突入する。音を立てるな。見つけ次第攻撃。一群白痴。水のように動け。幽霊じゃないよな。隠れても無駄だ。準備いいわよ。さあ、しやし、できるわよ。我投げ、超敵。こそこそと。そう。静かにね。抜き足。静かにして。楽しいわね。落ち葉に戻れ。仕事だ。どこに行ったの？音を立てるな。剣術。水のように動け。静かに。手裏剣を使おう。突入する。どのぐらいじゃろうか。ああ、少しの間じゃ。ああ、我慢じゃ。誰も気づかんわい。景色でも楽しまんかい？老人要等一次。我が刃は鋭い。静かに。音を立てるな。手裏剣が使える。考えがあるのじゃな。了解。賢明じゃの。分かったわい。あの蜜蜜が中庭への視界を遮っておるの。そうじゃないところは。犬小屋による犬が見えるの。もし藪大名がそこに近づいたら、奴を終わらせられるだろう。あ、犬を吠えさせたらどう？いい作戦だ。よし、犬に近づいてみるわ。突入する。静かに。水のように動け。手裏剣術。刃が血を欲しがって手に入れた。のように動く。あ、その起道路。騙されるな。音を立てるな。まだいるぞ。見つけ次第攻撃だ。イージー。情けは無用だ。ひるむんじゃないぞ。こそこそと。狐が狩り中よ。ゆっくりと。
入れないといけない。嫌な感じね。できるわよ。数よりも腕だ。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。音を立てるな。応戦中。突入する。静かに。近道をする必要がある。突入する。消えちまった。音を立てるな。なぞなぞかな。くぞ。はい。いいですよ。あ、ぬるいぞ。水のように動け。静かに。警戒を行うな。突入する。発射が現れたんだ。奴らに強行をしてるんだ。隠れさせるんじゃないぞ。近道をする必要がある。静かに。できん。突入する。音を立てるな。突入する。いるもんじゃないぞ。音を立てるな。安らかに。突入する。静かに。道は突入する。まっすぐとは限らない。何か考えつかないと。暗闇に気をつけてチェックしろ。気が潜んでいるかもしれん。静かに。そこには行けないように。この奴らだ。奴らだ。動かねえ。どうやって動くんだ。そこにいるのは分かってるんだ。水のように動け。近道をする必要がある。手裏剣が使える。音を立てるな。突入する。抜くな。はい。本当に敵を見たのかよ。いいですよ。手裏剣を使おう。何者かを見たのか。静かに。突入する。応戦中。水のように音を立てるな。それは何だ。じゃないのに。突入する。何もない。静かに。
のように動け。見つけてやるからな。突入する。道はまっすぐとは限らない。簡単ね。うん、ちゃんと動くわね、はい、いいですよ。茶に毒を入れないといけない。紛らわしい風感じね。雲の巣に足を踏み入れるメロディー。行くわよ。暗闇に雪の足。風か。そう、私にもらってほしいって、うん、今行くわ。楽しいわね。え？数よりも腕だ。音を立てるな。何か考えつかないと。道は水のようにまっすぐとは限らない。近道をする必要がある。突入する。水のように。いや、そりゃダメだ。突入する。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。静かに。音を立てるな。お茶の準備をするのよ。静かに。道はまっすぐとは限らない。水のように動け。手裏剣術。突入する。水のように動け。やった。静かに。近道をする必要がある。手裏剣が使える。いや、水のように動け。何か考えつかないと。道はまっすぐとは限らない。突入する。水のように動け。音を立てるな。猫と鳥、狐が狩り中よ。罠さん、嫌な素敵なメロディー、はい、いいですね。我ながら超敵。隠れても無駄だ。うまくいったわ。無駄なく探せ。さしやし。攻撃してるぞ。見つけたら情けは無用だ。待っても無駄だな。静かに。強者め、正々堂々と戦え。水のように動け。持ち場に戻れ。奴らを見かけ。俺たち何探してんだ。幽霊じゃないよな。はい、いいですよ。誰もいないな。音を立てるな。できる。突入する。静かに。近道をする必要がある。突入する。分かってるんだ。音を立てるな。水のように動け。
静かに。水のように動け。何か考えつかないと。静かに。はい。いいですよ。お茶を望まれている。何もない。道はまっすぐとは限らない。音を立てるな。突入する。ちゃんと餌はもらった。近道をする必要がある。音を立てるな。水のように動け。刀を使うか。何か考えつかない。突入する。上から攻撃だ。水のように動け。静かに。道はまっすぐとは限らない。手に入れた。突入する。待つのって退屈。あとは何か多い。言った通りのお茶ではないではないか。あ、そうや。言った通りのお茶ではなかったぞ。ああ、苦がかり。そうだな。準備完了。道がないぞ。音を立てるな。山田いるぞ。そうだな。手裏剣を使おう。突入する。そうだな。大王様がお茶をお召し上がりになるわ。そこには行けない。静かに。手裏剣術。音を立てるな。仕掛けがいっぱい。待っているぞ。手裏剣が使える。手裏剣を使おう。突入する。水のように動け。突入する。静かに。
手裏剣が使える。手裏剣術。ここで眠っていろ。音を立てるな。はっ。上から攻撃だ。静かに。突入する。あそこまで届かねえ。誰もいらないんでしょう。はい、いいですよ。もういないぞ。持ち場に戻れ。水のように動け。何か考えつかないと。道はまっすぐとは限らない。静かに。音を立てるな。突入する。剣術。水のように動け。近道をする必要がある。突入する。手裏剣が使える。ヤブの犬か。主人をおびき出すのに使えるだろう。ヤブが近づくまで待とう。石を当てて怒らせる。静かに。突入する。音を立てるな。手裏剣を使おう。突入する。手裏剣術。音を立てるぞ。あの音は。音を立てる。水のように動く。静かに。頂戴する。突入する。他刚狗不是叫了吗？那个人没有出来啊。
是啊，我要杀的人都不见了，看。我が刃は鋭い。音を立てるな。静かに。突入する。音を立てるな。行事隠れの術。他不是在叫。他狼嘞。そうだね。あ、面白そう。できるわよ。こそこそと。ゆっくりと。蛇みたいに巻いてるわ。鳥の声。今の聞こえたぞ。こそこそ。道がないぞ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。バッチリな罠ね。あそこまで届かねえ。隠れても無駄だ。俺は騙されんぞ。いいか、見つけ次第攻撃だ。そう、静かにね。ゆっくりと。気を抜くな。さしあし。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。逃げられないぞ。いいですよ。キツネが狩り中よ。敵を見たのか。静かにして。抜き足。隠れても無駄だ。はい。いいですよ。楽しいわね。さあ、シエビみたいに巻いてるわ。簡単ね。メロディー。なんだ？行くわよ。面倒だな。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。バッチリな罠ね。あそこまで届かねえ。我ながら上出来。静かにして。今行くわ。狐が狩り中よ。はい、いいですよ。こそこそ。どうやそこまで届かねえ。抜き足。私にもらってほしいって。そう、静かにね。ゆっくり。罠さん、起きてね。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー、はい、いいですよ。聞こえたぞ。あれはなんだ。できるわよ。あそこまで届かねえ。啥？你无法接近？啊，这不是有路？こそこそと。鳥の声。誰だ？今行くわ。あそこまで行けないな。
啊你脚是长假的喔问他準備いいわよ楽しいわね抜き足はいいいですよ見かけたか鳥の声落ち場に戻れ今面の聞こえただ差し足面倒だな他の者に知らせろあそこまで届かねえ大物め張ってる正々堂々と戦え ゆっくりと今行くわ我ながら上出来、はいいいですよ静かにしてもらうわね、ワナさんこれをやっつけてやる雲の巣に足を踏み入れるってねどうやって登ったんだどうやって登ったんだ正々堂々と戦え包帯と薬草で狐が狩り中よメロディー暗闇に隠れているのは分かっている逃げ身に隠れているのかはいいいですよ私の助けね大丈夫だったでしょできるわよそう静かにね簡単ね誰もいらないんでしょ今行くわお願いこそこそ隠れても無駄だ静かにして我ながら上出来すごく鋭いわはいいいですよ干失败任务失败失败仕掛けがいっぱい蛇みたいに巻いてるわ、はい、いいですよ雲の巣メロディー持ち場に戻れ できるわよ簡単どうやってあそこまで届かねえかくれても無駄だ仕掛けがいっぱい蛇みたいに巻いて雲の巣に足を踏み入れる鳥の声はいなんだいいですよおい、アオシュ、这里他就会过来バッチリな罠ね狐が狩り中よこそこそと卑怯者め正々堂々と戦え他看得到水里面ね他现在很紧张，你要等他消走。はい。いいですよ。差し足。
私にもらってほしい、ワナさん。嫌なサプライズでしょ。メロディー、行くわよ。我ながら上出来。そう、静かにね。もらうわね。抜き足。ちゃんと動く。雲の素敵なメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。道がないぞ。できるわ。暗殺者だと。静かにして。楽しいわね。どうやって登ったんだ。今行くわ。簡単ね。ゆっくりと。私にもらってほしいって。キツネが。罠さん、起きてね。はい、いいですよ。鳥の声。さあ、死ぬのか。もらうわね。簡単ね。そう、静かに。水のように動け。突入する。手裏剣術。せっ、人殺しめ。水のように動け。静かに。水のように動け。音を立てるな。为什么这三个排在一起呀、啊？好烦哦！他们到底有多喜欢重点、啊？刃が血を欲し。突入する。はい。いいですよ。水のように動け。静かに。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。いただくぞ。立てるな。静かに。準備いいわよ。メロディー、蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。どこに置いたっけ。誰もいらないんでしょ。静かにね。こそこそと。できるわよ。静かにして。今行くわ。いつでも準備はできる。水のように動け。手裏剣を使おう。突入する。手裏剣が使える。手裏剣を使おう。せっせっせっ。音を立てるな。他の者に知らせろ。水のように動け。静かに。騙されるな。敵はまだいるぞ。突入する。はい、いいですよ。静かに。音を立てるな。
幼児隠れの術。突入せにいる。水のように動け。音を立てるな。还是你很有钱，你是纨绔农民。静か。待て。止まれ。あそこまで届かねえ。俺が敵の気をさらす。水のように動け。今の突入する。強者め、正々堂々と戦え。あそこまで届かねえ。いいですよ。音を立てるな。水のように動け。やった。静かに。イエイ、やった。我ながら上出来。楽しいわね。ゆっくりと。静かにね。そう。静かにね。我ながら上出来。楽しいわね。できるわよ。ゆっくりと。刀を作る。水のように動け。止まれ。はい。いいですよ。音を立てるな。静かに。是，我觉得我是不是弄到 bug 啦？我那个白点，这个人一直在里面不出来，像是要打掉。突入する。是该早早重来啦。音を立てるな。水のように動け。突入いただくぞ。你可以找那个还没有走到这边的记录，从那个点开始。数よりも腕だ。お前装逼。但找不到了。静かに。刀を使うか。突入する。音を立て。水のように動け。はい。これでやっつけてやる。いいですよ。突入する。静かに。水のように動け。音を立てるな。便利だな。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。突入する。行き道がないぞ。幼児隠れの術。
のように動け。音を立てるな。手裏剣が使える。水の静かに。水のように動け。突入する。静かに。足跡か。俺は騙されんぞ。闇に隠れているのか。刀を使う。突入する。音を立てる。はい。いいですよ。水のように動け。静かに。音を立てるな。静かに。突入する。いただくぞ。水のように動け。静かに。突入する。水のように動け。音を立てるな。突入する。幼児隠れの術。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。静かに。水のように動け。何か考えつかないと音を立てる。水のように動け。突入する。いや、水のように動け。静かに。近道をする必要がある。行き道がないぞ。突入する。道はまっすぐとは限らない。音を立てるな。静かに。水のように動け。お、有出来囉。何か考えつかないと。突入する。近道をする必要がある。音を立てるな。突入する。没 bug， 好不好，大哥。水のように動け。静かに。音を立てるな。道はまっすぐとは限らない。近道をする必要がある。何か考えつかないと。道はまっすぐとは限らない。静かに。突入する。水のように動け。立てるな。静かに。突入する。はあ、面白そう。静かにしてできるわよ。ダメだ、これはダメだ。二度とこれを持ってくるな。落ち着け、集中だ。俺が敵の気をそらす。幼児隠れの術。大哥，你的狗在叫了，大哥。
行啊，大哥？是不是狗叫的不够大声啊？我记得那个狗不是会有一个范围吗？水のように動け。音を立てるな。突入する。手裏剣が使える。近道をする必要がある。静かに。水のように動け。撒狗撒起来。可撒不到。突入する。水のように動け。静かに。そこには行けない。音を立てるな。突入する。水のように動け。何か考えつかないと。突入する。静かに。音を立てるな。出来了。水のように動け。静かに。突入する。俺が敵の気をそらす。静かに。ああ、いい眺めだ。よし。手元は三小还会 miss。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん。うまい仕掛けがあるぞい。子供。撒狗撒起来。簡単ね。ダメだ。これは。神道滅却。立てるな。うん、準備完了。地元は確かじゃ。俺が敵の気をそらす。音を立てるとあだだ。突入する。用事まだ準備はできていない。静かに。水のように動け。俺が敵の気をそらす。音を立てるぞ。这边的守卫真的是太严密。音を立てるな。近道をする必要がある。水のように動け。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。突入する。俺が敵の気をそらす。よいぞ。ああ、いい眺めだ。準備完了。突入する。警戒もせず、いきなり撃たれる気分はどうじゃ、ヤブ大名。最後の瞬間には気づいてほしいの。やったのが、このわしじゃったということにのーい。ヤブ様が殺された。暗殺者を見つけろ。警報か。火縄銃を試すとき。いい考えじゃの。ピストル、準備完了。手元は狂わす。
ゼスラ。見つけ次第攻撃だ。啊！还好我有存档，我要重新狙击。被找到了。啊，多累。静かに。突入する。猫と鳥。静かにして。こそ。看来他躲那边不安全。静かにね。落ち着け。集中だ。俺が敵の気をそらす。水のように動け。うん。位置についたわい。根元は狂わせんわい。待っても無駄だな。危なかったな。警戒もせず、いきなり撃たれる気分はどうじゃ、ヤブ大名。最後の瞬間には気づいてほしいの。やったのが、このわしじゃったということにのい。ヤブ様が殺された。暗殺者を見つけろ。虫けらが。不要，太不小心了。静かに。音を立てるな。突入する。音を立てるな。水のように動け。猫と鳥、ゆっくりと。こそこそと。大名様がお茶をお召し上がり。落ち着け、集中だ。静かに。音を立てるな。水のように動け。幼児隠れの術。突入する。静かに。俺が敵の気をそらす。話はまだ終わっとらん。ああ、いい眺めだ。なぞなぞかな。抜き足。こそこそと。音を立てるな。突入する。警戒もせず、いきなり撃たれる気分はどうじゃ、ヤブ大名。最後の瞬間には気づいてほしいの。やったのが、このわしじゃったということにのーい。ヤブ大名、ヤブ様が殺された。どうじゃ。暗殺者を見つけろ。警報か。火縄銃を試すかった。いい考えじゃの。手元は狂わせんわい。静かに。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。忍び足、ギリギリだぞ。危なかったな。素早く、早く動くぞ。刀が血を欲しがっている。
もうすぐだ。早く。まずいわね。あと少しだから。私は捕まんないわよ。刃が血を欲しがる。迅速に動け。終わりだ。いけないな。走。移動中。ギリギリだぞ。そろそろ行かない？はい。何を待っている？手裏剣、せっせっせっ、もらった。銃のリーチだ。用事隠れの術。気をつけるんだぞ。素早く。血を抜くな。俺が音を立てる。手元は狂わせんわい。静かに。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。手に入れた。もうすぐだ。終わりだ。うっ。ヤブ様が殺された。暗殺者を見つけろ。警報か。火縄銃を試す時だ。いい考えじゃの。あと少しだから。しへへへ、手元は狂わせんわい。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。早く。移動中。忍び足。終わりだ。道がないぞ。危なかったな。そうだ。素早く。怠けちゃダメよ。いやよ、難しすぎるから。へへへ、手元は狂わせんわい。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。今よ。ちょっとマシすぎるね。うん、早く。見つけたら情けは無用だ。消えちまった。私ならできる。耳を塞いでね。まだ一番出てこい。誰かいるのか。素早く。危なかったな。迅速に動け。素早く。本当に敵を見たのかよ。分かってるんだ。ああ、もちろん。ああ、すぐに行くわい。以前なら大したことではなかったんじゃが。じゃが、もう無理じゃ。手元は狂わせんわい。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。見えないでしょ。死は気まくな。行け、
雲は。かわいい。お友達なの？そう言えるかの？朝になるときついじゃろうか。準備完了。ライサコースもどこだ？もうすぐだ。ライサが。ギリギリだぞ。幽霊じゃないよな。ここは危険ね。何もないぞ。手元は狂わせんわい。静かに。何か仕掛けがあるんでしょうね。うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。気を引くんじゃ。そうじゃね、過去に今。すごい。うん、そうじゃの。仕事に戻る。止まれ。さっさと行けよ。新井さん。そろそろ行かな。何やお。为什么他们这么多人这样子唱英文的啊？素早く、鋭く。敵があちこちにいる。素早く。手に入れた。危なかったな。大事な時じゃのう。さあ、行け。来ておる。来ておる。シンクマ、出番じゃ。肋骨に染みるの。クマ、よし、行くんじゃ。出番じゃ。クマ、聞いておくれ。クマ、戻るんじゃ。タヌキを手なずけるなんてな。どうやって教え込んだ。どうしてわしが教えたと思ったんじゃ。むしろその逆かもしれんの。行け、さ、出番じゃ。吠えろ。行きましょう。はい。ああ、すぐに行くわい。ああ、急ぐべきじゃ。手元は狂わせんわい。静かに。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。行け、クマ。かわいい。お友達なの？そう言えるかの。引きつけるんじゃ。気を引くんじゃ。賢い。うん、そうじゃの。もうすぐだ。クマ、出番じゃ。さあ、ここで待つのはよそうやし。行くぞ。出番じゃ。ここは危険ね。私ならできる。私は捕まんないわよ。はい。私たちを探しているのね。あたりはすごい警戒状態だ。どうするじいさん。もうすぐ自由じゃよ。今は慌てんようにせんと。なあ。はっ、やっと出た。危なかった。本当に奴が死ぬのを見たかったんだな、じいさん。人は選択をせねばならんのじゃよ。一年前にも一つしたの。終わりだ。
火縄銃準備完了。早く。ギリギリだぞ。ピストル準備完了。敵は得意じゃないのに。茂みに隠れているのか。幽霊じゃないよな。手元は狂わせんわい。静かね。誰もいないな。もちろん何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できるがの。攻撃してるぞ。迅速に動け。剣術。それはできない。刀が血を欲しがっている。刃が血を欲しがっている。これは全属全身だ。弾は込めて使える。ひどい。師朝になるときついじゃろうな。以前なら大したことではなかったんじゃが。クマ、聞いておくれ。行け。年には勝てんわい。危なかったな。刺客就是把所有人都杀光，就没有目击证人了。危なかったな。気をそらさないと。我们正在找什么？ひどい。我们到底在找什么？看他已经找到，已经在质疑自己的人生了。外しはせん。来ておる。動くのがよかろう。さあ、よし、行くんじゃ。クマは出番じゃ。心配なさんな。肋骨にしみるの。クマ、行け。時間の無駄だぞ。行くぞ。気をつけてね。行くぞ。終わりだ。早く。いけないな。素早く。危なかったな。動くぞ。白い足ギリギリだぞ。迅速に動け。もうすぐだ。移動中。そうだ、忍び足。動くぞ。何か考えはないか。終わりだ。
リギリだぞ。ああ、もちろん。逃げ、都市には勝てんわい。ああ、すぐに行くわい。心配なさんな。出てこいよ。動くのがよかろう。来てよ。来てよ。下为什么会じゃあな、もう無理じゃ。危なかったな。素早く。あ、荷物取ったな。ギリギリだぞ。移動中。危なかったな。終わりだ。行くぞ。動くぞ。まだ必要とされておる。以前なら大したことではなかったんじゃ。ああ、すぐに行くわい。心配なさんな。朝になった。よし、行くんじゃ、クマ。出番じゃ、クマ。よし、行くんじゃ。逃げ、都市には勝てんわい。来てよ、難しい。来てよ、動くのがよかろう。なんで隠れてんだ。肋骨にしみるの。出番じゃ。さあ、行け。ああ、もちろんな。急ぐべきじゃ。心配なさんな。クマ、聞いて。よし、行くんじゃ。さあ、行け。クマは。よし、行くんじゃ。おそらく。ああ、急ぐべきじゃ。動くのがよかろう。みんないるか。ここです。うん、確かに。ってことは終わらせたんだな。ヤブは死んだ。影様への次なる手がかりを探す必要があるな。ああ、その心配はしとらんかったの。やつはまだわしらの方には現れんかもしれんの。やつに大打撃を与えたからの。とにかく無限のところへ帰ろう。よし、ではここから去ろう。あ、夭壽れ。两个多小时，看这精神失望。他都是这个，这个在打而已啊。都他在打，其他都打酱油。算好 Yuki 真的很难用。人家主角呢？啊，累了累了，要弄陷阱。